こんにちは。学習塾1945です。問題を解いていきます。必要に応じてこちらのガイダンスも一時停止をして読んでおいてください。よろしくお願いします。ということで問題はこちら。まずは一時停止して解いてみてください。では解説をしていきます。今回はまずこちらの知識を押さえておくと問題が解きやすくなるでしょう。軍部大臣現役武漢線についてですね。まずこの制度は一体何なのかっていうとこういうものです。 軍部大臣、つまり戦前の陸軍大臣とか海軍大臣は現役の軍人じゃないといけないってやつなんですよ。まあ、現役のプロの軍人の方が大臣としていい仕事するだろうって判断なんでしょう。当然こういった軍部大臣は軍から軍の影響を受けて出てきます。で、この制度は明治時代山形有友内閣で成立します。ですが大正時代になると山本権米内閣で一時廃止となるんですね。それにはこういう理由がありました。 前の内閣、西恩寺内閣が軍と対立した時に軍は軍部大臣を引っ込めて内閣を倒してしまったんですよ。内閣は大臣が欠けてしまうと総崩れ、総辞職となります。だから軍部大臣が辞めた後に軍が新たに公認を補充しなければ内閣は総崩れとなるんです。内閣と対立すれば軍はわざと軍部大臣を出さずにその内閣を潰せばいいわけです。 つまりこの制度は軍の発言権を強くして悪用されてしまったんですよ。だから軍の力を弱めるために現役の軍人じゃなくてもいいよっていう内容に改正されたんです。まあ、現役という縛りがなくなったという意味で廃止になったと言ってもいいでしょう。とにかく現役の軍人だと軍の影響が強すぎるので現役じゃなくてもいいよってことになりました。ですがこれ昭和時代の広田後期内閣で復活するんですよ。 226事件で軍部の発言権が増したことによって制度が復活してしまうんです。まあ、226事件で政治家が陸軍に殺されちゃいましたからね。殺されるのが嫌だって思ったら政治家は軍に文句が言えなくなります。こうして軍の発言権が増していって日本は第二次世界大戦に突き進んでいくことになります。だから軍の発言権が増してこの制度が復活しちゃったんですよ。 ということで、軍部大臣現役武漢制は明治時代に成立して、大正時代に廃止となって、昭和時代に復活したってことも押さえておきましょう。で、先ほどの問題に戻りますね。問題文に書いてあるように、今回は適切でないものを選んでください。で、資料の内容を見てみると、軍部大臣の任用のお話ですので、まさに先ほど言った軍部大臣現役武漢制の話です。これを踏まえて選択肢を見るんですが、まずは2番を見てください。 この内容は正しい内容と判断していいでしょう。なぜならこれは大正時代の話だからです。大正時代では軍部大臣現役部官制が一旦廃止となりました。そうやって軍の力を弱めたんでしたよね。だから2番の内容は正しい内容でしょう。で次、じゃあなんで一旦廃止になったのって話ですよ。それは軍がこの制度を悪用して内閣の掃除職があったからですよ。 資料にある西恩寺内閣が瓦解したってところがまさにその部分でしょう。これはまさに1番の内容に当てはまりますので、1番も正しい内容です。で次、3番の内容なんですが、これも正しい内容ですよ。確かに大正時代、山本恩兵衛内閣は軍部大臣現役部官制を一旦配信しましたからね。これは制度を改正したと言ってもいいでしょう。となると残った4番が正しくないってなりますので、これを選んであげてください。 原高氏は軍部大臣の文官任用のなるべく早い実現を主張しているって書いてありますが、そんなことはありません。まあ、文官っていうのは軍とは全く関係のない人って捉えればいいでしょう。資料を見ると文官任用について原高氏はこれ以上変更する必要はないって言ってます。つまりここで言ってることが食い違っているので、4番を選んであげてください。 今回は以上です。今後も公認の過去問解説をアップしますので、それを見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。あとコメント欄に今回押さえた用語だけでも書いてくれれば、それだけでもあなたの勉強になりますので、ぜひやってみましょう。